鈴木長吉鈴木長吉大正8年1月29日は日本の近郊家。号は鈴木義幸。武蔵区に入間郡石井村で生まれた。比企郡松山の丘の登流祭に老型中金を5年間学び、18歳で独立、江戸で開業した。明治7年に食産工業の一環として日本の工芸品を西洋へ輸出する目的に、 設立された、起立交渉会社の中蔵部監督、2年後には、校長となり、退社する同15年までの間、次々と対策を手掛けて、内外の博覧会へ、出品、高い評価を得た。工業が未熟な明治初期の日本にとっては、成功な工芸品は貴重な外か獲得手段であり、工芸品の輸出目的で設立された数々の企業は、 廃当令や廃物希釈の影響で仕事を失いつつ、あった当時の均衡家にとっては貴重な整形手段であった。西洋事情をよく知る林田魂の監修の下で、西洋人好みに制作した十二の鷹は、明治26年に開催されたシカゴ、万国博覧会に出品された、全作品の中で最も高い評価を得た作品の一つとなった。また同博覧会に出品された、 和紙置物は2001年に重要文化財に指定されている。明治29年6月30日にはその高い技量が認められ、中金化として提出技原因となった。しかし、明治後期の20世紀を迎える頃には、日本の機械工業が育ってきたために、手間暇のかかる工芸品の製作は下火となった。日本の工芸品は、 蘇生乱像や過度な西洋趣味へのおもねりにより評価を落としつつあり、また、極めて精緻で、写実的な装飾を大量に施した鈴木の作風は、アール・ヌーボーが流星しつつあった時代の潮流と合わなくなったことも重なり、鈴木は表舞台から姿を消すことになる。晩年は養子を迎えて、大正8年1月29日午前0時10分。 東京深滝野川田百359の自宅において腎臓病にて生去。去年72。葬儀は下役美咲町の園主寺日に堂にて行われた。明治工芸会の重要な人物であり、提出議原因にまでなった人物でありながら、長吉の晩年については詳しいことがわかっていない。道和塩置物東京国立博物館像。 重要文化財、クジャク大ゴーロ、ビクトリアアルバート博物館像、ありがとうございます。